ラインアウトは、ラグビーユニオンにおける試合再開の型の一つである。ラグビーのルールブックによると、ラインアウトの目的は、ボールがタッチになった後、2列に並んだプレイヤーの間にボールを投入することによって、早く安全に公平に試合を再開することである。サッカーにおけるスローインに相当する。ラグビーリーグでは、ラインアウトは1897年に廃止された。以下、 突起ない限り、日本ラグビーフットボール協会ルールによる。ラインアウトには、ボールを投入するプレイヤー、ボールを投入する相手側のプレイヤー、両チーム1名ずつのレシーバー、出た地点からゴールラインと平行に引かれた仮想線に並ぶラインアウトプレイヤーが参加する。ラインアウトプレイヤーは、各チーム2人以上でボールを投入する側に、人数の決定権がある。 ラインアウトのボール投入は、ボールがタッチに出た地点から、ペナルティキックの場合を除き、ボールをタッチに出した相手方のチームが行う。ラインアウトに参加していないプレイヤーは、ラインアウトが終了するまで、マークオブタッチから少なくとも10メートルあるいは味方の、ゴールラインのうち、いずれか近い方の後方に、いなくてはならない。それに違反すると、オフサイドの反則となる。ラインアウトは、 ボールあるいはボールキャリアがラインアウトを離れた時に終了する。反則あるいは競技の停止がない限り、終了後は、モール、またはラックに移行することが多く見られる。ラインアウトで反則あるいは競技の停止があったために、スクラムが命じられる場合、そのスクラムはマークオブタッチと15メートルラインの交わる地点で組む。ルールブックには多数のものが掲載されているが、ここでは、 見られがちなものとして、次のものを上げておく。ノットストレートマークオブタッチに対してまっすぐにボールが投入されなかったこと。相手側はラインアウトでボールを投入するか、15メートルライン上の地点でスクラムを組むかの選択をすることができる。オブストラクションラックあるいはモールが形成された場合以外にボールを持っていない相手側のプレイヤーを捉えたり、押したり、チャージしたり、 妨害したり掴んだりすること。15メートルライン上でペナルティキックとなる。ウォーリントンウルフズザノーザンユニオン。ウォーリントンウルフズ2008年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月6日閲覧。ありがとうございます。